はようございます。ニュージーランド在住のセイです。さて、今日はニュージーランドの魚釣り事情についてお話ししてみたいと思います。これは魚釣り好きの人には有名な話だそうなんですが、ニュージーランドは水資源が豊富で魚がいっぱいいるんですね。実際、私が住んでいるオークランドという町でもスナッパー、タイのことですね、これが簡単に釣れてしまいます。磯釣りでもすぐに釣れますし、船を出してちょっと沖の方に行けばもうバンバン釣れます。あっという間にキープしていい数の制限に達してしまうほどなんですね。そしてキングフィッシュ、日本ではヒラマサと呼ばれる魚だそうですね。これが日本だったらよく釣れるポイントに行って一日中竿を振って一度ヒットするかどうかといった魚だそうですね。これがニュージーランドではそういったポイントに行けばもうこれもバンバン釣れて、最後にはもう腕が上がらなくなってしまうぐらいたくさん釣れちゃうんですね。日本からその魚釣りをするためにワーホリに来た人がもうその釣れっぷりにもう驚いてもうびっくりしてましたからね。それぐらいよく釣れるということですね。他にもニュージーランドの魚は日本と比べて警戒心が全然ないらしくって簡単に釣れるそうですね。日本だとこう一度餌をパクッと加えても違和感があると日本の魚はペッと吐き出すそうですね。それぐらい鍛えられてて本当に釣り人と魚の勝負といった感じらしいんですが、もうニュージーランドの魚はもう何でもかんでも餌があればあ餌だってパクッと食いついてもその後離さないんですね。なのでニュージーランドでレンタルの釣り竿を見てこんな竿じゃ釣れねえよってすごいブーブー言ってた人が実際にそれで釣りに行ったらバンバン釣れてびっくりして笑いが止まらなかったなんてこともあったぐらいですね。実際私も日本では時々友達とか祖父に連れられて魚釣りに行ってみたことはあるんですが一度も釣れたことがないんですね。それがニュージーランドでは本当に釣り針あれを垂らした瞬間からすぐツン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 魚が寄ってきてすぐにパクッと加えて竿がガクンと引っ張られる、それぐらいよく釣れるんですね。あれには私も驚きました。他にも釣り具で有名なシマノというメーカーですね。あのメーカーがスポンサーをしている番組でもよくニュージーランドまで来て釣りをしたりするそうです。そんな具合に釣り人にとってはもう天国のようなニュージーランドなんですが、やはり、何をしてもいいというわけではなく、ちゃんとキープしてもいい数、それからサイズ、こういったものの制限が厳しく決められています。そんなのクーラーボックスに入れて持ち帰ればわからないんじゃないのと思う方も多いと思うんですが、そこはさすがはニュージーランド、ちゃんとパトロールする人たちがいるんですね。私が以前住んでいたフラットのオーナーさんもボランティアでそういうことをやっていました。何でも面接とか試験があってそれをクリアしたらバッジがもらえるそうですね。そしてそのバッジをつけてパトロールをするそうで、例えば磯釣りをしている人たちだったらその釣りをしている人たちのとこに行って調子はどうだい、よく釣れてるかいなんて世間話をしながらちょっとクーラーボックス確認させてもらうねって言ってみんなのクーラーボックスを開けていくんですね。じゃあ船釣りなら大丈夫なんじゃないと思うかもしれませんが、彼らはボートも持ってまして、ちゃんとそういった船釣りをしている人たちのそばにやってきて横付けしてちょっとクーラーの中見せてもらうよって乗り込んできたりするんですね。それぐらい徹底してて、当然その中に制限を超えた数の魚、あるいは制限よりも小さいサイズの魚、そういったものをキープしていたらすぐに罰金を取られてしまうんですね。それぐらい厳格に水資源を守る国となっているんですね。
ちなみにそのキープしてもいい魚のサイズというのが日本だったら大物と呼べるサイズだそうです。しかもサイズを測るときは尾びれのへこんだ部分ですね、そこから頭までの長さを測るということで、とても厳しい基準となっています。ただそれでもちゃんと釣れるんですよね、その制限以上の魚が。なのでめったなことがなければ坊主で帰るということはないようですね。さて今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。今後もニュージーランドから様々な情報を発信していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。